皆さんこんにちは、長谷川智美です。本日のインタビューは世界的に活躍するクリスタルボール演奏家のラウラさんに、今日はお話を伺ってみたいと思います。ラウラさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずクリスタルボールっていうと皆さんご存知ですかね。もうまさしくここに置いてあるものなんですけれども、はい、ラウラさんはこれの演奏家として今まあ世界中で活躍されてるんですが、まずそのクリスタルボールって何なんですか、はい、って多分皆さん思ってると思うんですけど、うん、もうまず見ていただいたように、うん、このちょっとお椀型というんですかね、はい、ボール型になっている、うん、ちょっと特徴はクリスタルボールというだけあって、うんうん、クリスタルでできてるんですね、うんうん、で例えばこれだったら本当に純粋な水晶クリスタルでできているものなんですけど、うん、最近ですと、うんうん、アメジストだったり、うん、ローズクォーツだったりダイヤモンドだったり、ダイヤモンド、うん、すごい高級なんですよそれだけいろいろなさまざまな鉱物、地球が育んできた、うん、鉱物でできた楽器なんですね。でフランスでは、クリスタルシャンタンと呼ばれて、うんうんうん、歌うクリスタルって呼ばれてます。歌うクリスタル、すごい素敵。まあ、なんか日本では多分ちょっとご存知の方はどっちかというとこうヒーリングのなんか瞑想とかヨガとかのイメージってあると思うんですけど、ラウラさんの活動ってこうアーティストというか、今本当にパリを拠点にされていて、いろんなこう世界中のところでレコーディングして CD を出してとかってやってるんですけど、なんか普段のまあ活動とこれまでどんなことをしてきたかっていうのもちょっと伺ってもいいですか。そうですね、まず何から話していいのか、ね、はい、そう普段のじゃあ活動から話しますね。まあ、今ともみさんご紹介してくださったように、フランスを拠点に活動してるんですけど、まあ、フランスではフランスの、まあ、ミュージシャンたちと一緒にこのクリスタルシンギンボールを使った音楽っていうものを使ってます。主にどういうところかというと、まあ、映画音楽、映画音楽、はい、すごいだったり、あとは劇場公演、はいはい、ともみさんも ね一度パリに、すごい素敵でした、来ていただいたんですけど、まあ、そういう活動をしてます ね、フランスでは教会とかでも弾いたりとかね、はい、してたんですよ ね、はい、してますね。なんかまずクリスタルボール演奏家っていうもの自体が世界中で多分、オフィシャルってラウラさんだけですよね。そうですね、もしまあいらっしゃると思うんですけど、あんまりそんなに目立ってはいない、CD とかっていう感じではないんですよね。なぜかというと、もともとこの楽器自体が、そのパーソナルウェルビーイングというか、パーソナルウェルビーイング、はい、もうともみさんが好きそうな言葉ですが、ね、そう大好き、個人のね、幸せだったりとか、自分の心を自分で見つめ直す道具だったりとか、そのセラピーって、もともとこの楽器は本当セラピールームでとか、あとスパとかでサウンドセラピーとして使われてきたものなんですね。でそういうこの元々のルーツがあるため、これをいっぱい集めてアートとしてやっているっていう奏者はそんなに多くはないかもしれませんが、最近はやっぱこの音色の美しさからそういう音楽としてやっていきたいっていう方も増えてはいます。今ラウラさんは日本でもね活動されて、はい、パリと日本拠点にしてるんですけど、なんか日本でもすごくこう日本古来の方たちとたくさんこうコラボして、すごい芸術的な音楽を作ってると思うんですけど、ちょっとその日本での活動も聞いてもいいですか。あ、そうですね、日本ではいろいろ、まあアーティストとしては、例えば雅楽、雅楽とコラボレーション、はい、ショーをね、吹かれる方と一緒に演奏させていただいたり、あとはそうですね、まあ、ロックスター、日本のロックスターの方と一緒に演奏させていただいたりとか、あとは日本の文化事業ですよね、パリにいることもあって、そういう世界に向けて発信するような文化事業にはこうオープニング演奏的なことでお招きいただいたりとか、ブランドのレセプションとかでもね、はい、されてますもんね。
もう多分皆さんが聞いたらあなんか知ってるっていうような、まあ、世界的なブランドとか、うん、多分著名な文化人の方とかがねたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、ラウラさんのこう活動は本当クリスタルボールっていうところを起点に本当に多岐にわたってるなって思うんですけど、あの実は私たちの出会いっていうのが3年4年ぐらいですかね、うんうん、かね、ね、そうで、あの、まあ、すごいちょっと運命的なとか必然的な出会いというか、まあ、人に、ね、紹介していただいて出会ったんですけど、実は私もクリスタルボールをラウラさんからね、はい、学んでいてあの生徒なんですねでそう最初にやっぱり私もこうセラピーというか、まあ、自分も本当にさっき の, あのビーング、うん、ウェルネス、うん、パーソナルウェルビーング、うん、はい、そこの部分ってすごい共感して、うん、あこれ自分を見つめたり、なんかそういう瞑想的な時間というかですね、自分のこうクリエイティブな時間として、うん、あなんか身につけたいし、うん、自分もこうイベントとかでパフォーマンスとしてもしたいなっていう思いで始めたんですけど、うんうんうん、本当に何だろう、もちろん聞いてても癒されるんだけど、うん、あれってやってる人がすごい癒されて、自分がクリアになっていく感覚が本当に今やってみると分かるなっていうふうに、でまあ教えてもらったんですけど、うんうんうん、で今はこのラウラさんが販売してる制作した CD も私販売させてもらったりとか、うん、今あとインスティテュートの方もですね、はい、あそうですね、始まりましたよね。そうそう、うん、インスティテュートはどんなものなのか、うん、まあ、インスティテュートって、うん、このねクリスタルボール自体が、うん、クリスタルシンギングボール自体、うん、あの、まあ、歴史が実は40年から30年くらいの歴史があって、あるんですけど、うん、まあ、そんなに長くはないですよね、うん、他の楽器と比べて、うん、で、ま、た私が使っているこのジュエリータイプというんですか、うん、っていうのは2002年に試作品が作られたので、うん、本当にまだ15年、うん、16年の歴史で、うん、であのこの短いまだ浅い歴史の中でも、うん、まあ、それにも30年40年あるので、うん、あのどういうふうにこの楽器がね、うん、いろんな人に渡ってで、うん、でそれを演奏する方が、うん、セラピーを受けた方がどのような変化をしてきたかとか、うん、まあ、またこの新しいとっても綺麗な楽器なので、うん、この楽器をこう将来200年、うん、300年400年、うん、500年と続く音色にしていきたいなと思いまして、うん、それをこう両方を、ね、うん、やっていけるためにちょっとインスティテュートという場所を作りました。具体的にはそこでこうスクールというか、はい、まあ、私も習ったように、うん、その演奏家とかセラピストの育成みたいな感じなこともそうですね、スクールで、はい、ね、本当に最近そのホームページも立ち上げられて、うん、私も一応アンバサダーというかね、あのそうなんです、お願いしてます、はい、お手伝いをこれからも私もたくさんしてもらいたいなって思うんですけど、まあ、なんか今後ラウラさんがそういった部分でやりたいこととかって何かあるんですか？うんうん、やはり私も初めてこの楽器に出会った時に、うんうん、まずは本当にびっくりしちゃったんですね、うんうん、まあ、今から12年ぐらい前だと思うんですけど、うんうん、音色を初めて聞いた時、うんうん、それはあの台湾の実はスパで、音楽としてというよりはセラピーとしてマッサージを受けながらこの音のセラピーを受けたんですね、うんうん、その時にこんな綺麗なものが、こんな音色がこの世の中にあるんだっていう、すごく感動があってびっくりしたっていうのから始まって、なんかわかります。私も初めて聞いた時に、なんだろう、音というよりなんか心っていうかこのハートに共鳴する感じ、本当にこう響く感覚がわかりますよね、もうパカッて、そう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 、パカッてね、なんかもう全てがパカッて開いたようなあの感動を、なんかもう、まあ、その感動が、まあ、多分全ての始まりだったと思うので、うん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 、その感動を皆さんとシェアするというか、うんうん、一緒になんかこう感動していくことの多分連鎖だと思うんですけど、うんうんうん、まあ、インスティテュートの、ね、本質になるものは、うんうん、それをこう大切にしながらも、うんうん、なんかこうたくさんのこう人たちにこの音を使って、うんうんうん、でいろんなことを経験してもらう、うん、こう場になれたらいいなと、うん、じゃあそういうなんか広める活動、まあ、アーティストとしての活動と、うん、まあ、並行して、うん、このクリスタルの、まあ、歴史とかその良さとか、うん、まあ、そこから受けるこういろんな効果とかを人に伝えていきたいっていう思いが、そうですね、
そうなんです。実際この音って多分皆さん聞いてみたいですよ ね。じゃあちょっとはい、ぜひ、はい、聞いてみてください。ぐらいですね。いやもうちょっと私も聞き入ってしまって、もうなんかはーってこう癒されたというか、なんか自分のこの芯の部分を思い出すというか、なんか自分に目覚めるというか、なんか癒しの効果もあるけど、こう目覚めの効果もあるみたいな、どっちもね。皆さんいかがでしたか？ちょっとしか今ね聞いてないから分からないかもしれないけど、あのこれ特にこう生で聞くと全然違いますよね、うん、もちろん CD もすごいいいけど、うん、あのサウンドとしてもいいんだけど、この感覚ね体験してもらいたいですよね、うん、そうなんです。でまた演奏しだすと、うんうんうん、本当になんか自分のリズムを知っていく、自分もどんどんどんね、クリスタルボール演奏家になるということは、自分の好きを知っていくこと、自分のリズムを知っていくことっていうか、もう本当どんどん内面っていう、自分の内面に向かって自分が好きってどんな感じ、自分の呼吸ってどんな感じ、自分の音ってどんな感じっていうのを探していく作業になるんですね。だからとっても、まあ、音色も綺麗っていうだけで成立しているものなんですけど、そのこう奏でていく行為自体が本当に素敵で、なんか皆さんにもおすすめしたいなって思える、なんかこう自分と向き合うツールみたいなものでもありますよね。なんか実際ラウラさんはそういうその研究というか、自分 の、 そのまあ研究をこうお医者様と一緒にもね、あのしてエビデンスもそのただいいんだよだけじゃなくて、本当にそれがデータに基づいて科学的に今いろんなことを証明されてきてるんですよね。なんかね、あのまあ美容にね良かったりとか、自律神経のバランスをね保つのに良かったりっていうのはお医者様があのいろいろ研究してくださってて、一番その美容とか健康の部分でどんな効果が一番得られますか？そうですね、例えば効果っていうと、例えばその自律神経、そのアルファーファが出て深いリラクゼーションにすることによって、例えばアンチエイジングにとか、なんかね、そのまあデータ的にお医者様が出してくれたものだと、まあ自律神経のバランスが良くなるっておっしゃってたんですけど、でもそれって自分で弾いててもわからないじゃないですか。あ、今私自律神経バランス良くなってきたとかわからないんですけど、私がこれを実際に演奏してみて寝れない日はないですね。確かに本当にもうすごく気持ちよく深く眠りにつけるので、おそらく寝るのにはとっても効果もいいし、あと美容効果をおっしゃる先生がいらっしゃるんですけど、人間の、ね、体の細胞にこう直接振動がすることによって、水ですもんね、水に響くんですもんね、でその振動することがどれだけその美容にいいのではないかというのを提唱されている美容の先生がいらっしゃるんですけど、それは私自身、まあ、演奏家として演奏してた時に生で体験してて、演奏してると、まあ、あのともみさんもね真横で聞いてくれてるので分かると思うんですけど、もう細胞一つ一つに頬とかこう細胞がプルプルプルというか振動がすごくて、なんかこう休んでたちょっとこうなんか使えてなかった細胞が動き出すみたいなね、本当細胞レベルからもううわーってこう、なんかこう細胞から生命を感じるというか、なんか生きてるんだ動いてるんだっていうのをパワフルに結構ダイナミックに感じるので、あの音色だけをね聞いてると本当に癒しの音で、すごくサイレントな感じもするんですけど、すごくパワフルっていうのを感じます。
そうですね、まあ、本当やってる、ね、ラウルさん自身が本当それを体現してるのを私も横で見てるから本当そうなんだなって思うんですけど、はい、あとはなんかクリスタルボールもそうなんですけど、うん、実際なんかこのラウルさんの活動ってあまり今その、ね、発信もされてるけど、たくさんこうデイリーで発信してるわけじゃないから皆さんすごい気になるところだと思うんで、ちょっと私聞いてもいいですか？もちろんです、はい、ね、今実際パリで本当に今生活して何年ぐらい、うん、今パリ4年、うん、そうですね、でもその前とかって、うん、本当出会った時に聞いたのは、例えばそのアメリカとか、まあ、ヨーロッパのいろんな地域でたくさんの場所で、うん、まあ、レコーディングしながらその時その時いろんな場所に住んで活動してってやってると思うんですけど、うん、なんか今までで印象に残ってる住んでた海外とかっていうのはどんなとこがありますか？いや、とっても印象に残ってるのが、うん、まあ、マウイ、まあ、あのこの前のね、マウイ、アイナっていうアルバムを作るためにちょっと住んでいたんですけど、すっごく印象に残ってたのが、あんまりその私の住んでた場所が人が多くなくて、もう本当に海と大自然だけだったんですけど、まあ、で制作活動のためにそこに住んでてもちょっと寂しくなるじゃないですか。で、まあ寂しくなったら、うん、クリスタルボールをちょっと演奏したら、うん、あのなんかお友達ができるかもよっていうアドバイスをね、うん、あの友人から受けて、うんうん、楽器を持ってね、うん、あの演奏したんですよ、はいはい、海で、そ海で、そう、うん、そしたらね、うん、誰かお友達にできるかなと思ったら、うん、カメがいっぱい上がってきて、うん、そう、そのエピソードすごい私覚えててすごいですよね。そう、あ、うん、確かにあの友達はできたんだけどっていうすごいびっくりな、でも本当に自然のものだから、まあ、鉱物じゃないですか、うん、だからやっぱりその自然との共鳴がとか純粋なもの、うん、例えば、うんうん、あの赤ちゃん子供とか、うんうん、動物とか植物とかすごいいいんですよね。ねー、だからその私もまあ聞いた話ですけど、うん、本当に同じ植物とかあと発酵食品がね流行ってね、お味噌とか、うんうんうん、その生きてる菌とかに効かせるとそれがすごい育つとか、ね、私は決まったことないですけど、お味噌に効かせてる方とかいらっしゃるんですかね、うんうん、ね、その波動って言っちゃうとちょっとスピリチュアルすぎちゃうけど、うんうん、でも本当に実際そういうことっていうのも証明されてたりとか、うんうんうん、ね、なんかすごいな、神秘的な楽器だなと思うんですけど、うんうん、そもそもそのなんだろう、クリスタルボールをこう世の中に広めようと思って、思ってもなかなかこう世界でいきなり活動できないと思うんですけど、うんうん、どうやって今を築いてきたんですか、ラウラさん。これはね、本当に不思議で、うん、私実は、うん、このね、あの、まあ、今私の音楽を聴いていらっしゃる方って、うんうん、私が音楽家だと思ってらっしゃる方がすごく多くて、うんうん、でもこの楽器に出会った時ドレミファソラシドがわからないっていうぐらい、うんうん、どこみたいな、もともと別に音楽ではないっていうことです、うん、音楽家になるとは全く思わないか、うん、思わなかったですね、うん、本当に全然そういうのがなくて、うんうん、でもただちょっと気にしていたことが、うん、あのホリスティックビューティーっていうのを勉強してたりとか、うんうん、カラーセラピーとかアロマセラピーとか、うんうん、なんか人がどういう時幸せになるんだろうっていうのを大学時代から勉強していたっていう状態で出会ったんですね。で今ってほらね、うん、ホリスティックとかってすごく一般化、うんうん、やっとなってきましたけど、ラウラさんはもうそれを十何年前とかからずっと勉強してたんですよね。そうですね、うんうん、ね、その時に出会ったってことですよね。そうですね、スパとかの研究もすごい、うん、そうそう、世界中のねされてたから、そういうのを勉強してた時に、うんうん、たまたま、うん、そう、そのスパの勉強するために台湾とかでも、うんうん、あの研究しに行ってて、うんうんうん、そこでこの音を聞いてしまった時に、うんうんうん、あまりの音色の美しさに、うん、もう人生バカーンと動いてしまって、そこから始まったんですね今、うん、でも今となっては、うんうん、まあ、その楽器メーカーさんのね、うんうんうん、あのサポートを受けたりとか、うん、世界中どこ行っても、うん、この楽器があれば、うん、あのちゃんとお仕事できる状況まで来てますけど、うんうん、初めてここで、うんね、楽器を持った時は全然そんなことなくて、例えばね、このビデオを見てらっしゃる方に、うん、あ、どうしたらそうなれるのっていう、うん、何かね、そういうのをお伝えしたいなと思うんですけど、多分、うん、そういうふうに、まあ、こういう演奏家というか、やっぱなんかなりたいっていう人ももちろんたくさんこれを聞いてる方にいらっしゃると思うし、うん、なんか何をそう自分でそ
その指針として持っていたら、うん、まあ、多分ラウラさんのパターンってすごいこう奇跡的ないろんな、まあ、そういう方なんですけど、うん、いろんな出会いとかご縁で今があるけど、うん、まあ、それを同じことを再現するのって難しいけど、うんうん、どういう状態であるとそういうふうに道が開けてくるんだと思います？まず、うん、今の私ではなくその最初の何、うん、ね、10年以上前の私に今戻って話をしないといけないと思うんですけど、とにかく、うん、スタートさせたっていうのが一番だと思います。何をスタートさせた？その演奏するということを、うん、そして人に伝えるということをスタートさせた。まあ、うん、通常であれば、うん、音楽家ではない私が、うん、本当に音楽家の人たちと仕事をするとか、うん、いやごめんなさい私そういうんじゃないんですって、うん、降りてしまう方も多いと思うんですね。うんうん、そうですよね。結構話をして、うん、まあ、演奏したいんですけど、うんうん、私が演奏してもいいんでしょうかって、うん、多いですよね、そういう方、うん、そういう方とかも多いんですけど、うんうん、私はその十何年前に会った時に、うんうん、とにかくもう演奏始めて、うんうん、でスタートさせましたね。もう最初からなんか趣味でとかじゃなくて自分はこれを伝える人だみたいな意識で、うん、そのプロ意識みたいなことでスタートしたってことですか？全然全然もうでもなくて、うん、まずはお家で、うんうんうん、お友達とかを招いて演奏するようになったんですね。でそれが私実は今日に至るまで、うん、広告って出してないんですよ。そうですよね、全部口コミ、全部紹介、ね、うんうん、なので、うん、今日まで、うん、全部そこからつながってるんですよ。最初に近所のお友達が聞きに来た、その人がお友達をまた連れてきたっていう、うんうんうん、そのなんかそこがこ10年経つとこういう世界まで来てるっていう、でもその世界の、まあ、要はこのラウさんはこのクリスタルの作ってる制作、うんうん、制作してる会社メーカーさんのアーティストみたいな、はい、そこの契約というかね、うん、そういう形で最初いろいろ世界に進出していったわけなんですけど、うんうん、そうですね。でもそれが何年前なんですか？クリスタルボール始めて何年ぐらい？そこに至るまで、うん、でもクリスタルボール始めて4年5年かかってますね。あー、なるほど。まあ、4年5年ね。それまでは日本でできることっていうのを徹底してやってたんですよ、うんうんうん、やっぱりね、うん、日本でできることを徹底してやって、うんうん、そこに頭打ちするんですね。で頭打ちして、うん、まあ、どんどんやっぱ、うんうん、頭打ちした時に自分が苦しくなるんですよ。で苦しくなってもう、うん、ああもうこれ以上できないってなった時にやっぱ世界からスッと手が差し伸べられるというか、もう本当にもうこれ以上やることないってぐらいそこでやると、うん、次のステージがふっとこう開いてきた感じがしますね、振り返ると、うん、その時はもう必死なので、うん、全然見えてないんですけど、うんうんうん、ことはそっか、じゃあやっぱり本当に何か妥協とかじゃなくても、うん、やれるものを全部自分がやりきったって思うまでやったら次がどんどんこう開けてくるっていう、感じで、ああそっか、だから日本でやること本当にやって、まあね、これ以上日本でやれることあるってなった時に、楽器メーカーさんから、うん、うちの会社はここにあるんだよってチケットポンと送られて、っていうね、まあ、話もいろいろあるんですけど、そのビックリシチュエーションとかも、もうね、私はそれを結構聞いてるから、うん、本当はもういっぱい聞きたいんですけど、まあ、今日はまあまあまずまずこの辺までなんですけど、うんうん、本当になんかラウラさんって生きながらにして、うん、もうミラクルな体験を引き寄せるっていうとね、ちょっとふわっとしちゃうんだけど、うんうん、本当にそこに道が用意されてたかのように次に次にステージが開けていくのを、うんうんうん、本当にこのまあ10年私出会ってから3、4年ぐらいですけど、うん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 、本当に常にそれを見せてくれていて、そういう意味でもなんか近くでこうね、お友達として関わっていてすっごい刺激をされる部分なんですよね、うんうん、なんか最後になんかこうラウラさんのそのモットーというか、うんうん、何をその大切に生きてるかとか、あ自分の軸みたいなものって何なんですか？まあこれが軸になるのかわからないんですけど、うん、まあクリスタルボールにおいては、うんうん、私一回もクリスタルボールに何かをしてもらおうと思ったことが実はない、うん、なくて、うんうんうん、出会った時から本当に惚れ込んで恋に落ちているので、うん、この素敵な音色を、うんうん、どうにかしようと思って、うんうん、なんか私の中で
全てをかけて貢献しようっていう気持ちでいるんですね。クリスタルボールに貢献しよう、この音色に貢献しよう、どうにかしてこの音を世に出そうって、全てを貢献っていうので生きてきたんですね、この10年。だからもう本当に必死だったし、でもそう思ってきたんだけど、実は貢献するつもりがクリスタルボールにすっごく助けられて、クリスタルボールが私の人生をいっぱいもう導いてくれて、なんかこうパンパンパンといろんなところに音色が引っ張っていってくれていて、まあ結果的に今フランスに住んで、そのフランスの女性のねメンタリティだったりとか、まあアメリカで働いてた時もアメリカのメンタリティだったりとか、いろんなことが自分に勉強になって、このボールだけの、クリスタルボールのためだけに貢献してるつもりが、結果私のなんか人生にすごくプラスになるっていう経験をいっぱいさせてもらって、お互いに貢献するつもりっていう、同じっていう感じがあって、まああのこれがね軸になるか分からないですけど、私が一つ言えるなら、この今のすごく恵まれた環境を用意してもらえてるのは、もしかしたらその気持ちがもうこの音色に貢献するつもりで生きてるっていうとこかもしれないですね。なんかやっぱりこれがマラルさんの場合はクリスタルボールだけど、やっぱりそれって皆さんに置き換えるとしたら、自分がその例えばじゃあラルさんがもしね、クリスタルボールを使ってこれでなんか人儲けとかね、例えばそういう気持ちだったら今に至らないと思うし、だその純粋な気持ちで、まあ、情熱と愛を持って接することをこう続けていった先には、多分皆さんにもなんかそういう未来があるかもっていう感じですかね。これってここまで来たから言えることだから、まあそうですね、そう。でもやっぱ続けてきたっていうのが私はすごいと思って、やっぱりこれを、まあ、その日本で知名度もほとんどね、クリスタルボール自体も、まあ、ラルさんの名前自体もないところから、やっぱ10年本当に伝えたいとか、これをこれで人をに良くなってもらいたい思いで続けてきたっていう、そこのやっぱりなんだろう、積み重ねてきたものが今って思うし、だから本当素晴らしいなって思うんですけど、なんかこうクリスタルボールがお友達っていう風によくね表現されていてそうそう、私それすごい印象的なんですけど、なんかこう親友と一緒に世界中をなんか旅してる感じですよね。そう、本当そうですね。いろんなところにね、本当にご縁が、その時々でここに行こうと思って行くっていうよりは、なんかこうご縁があったところに行ったらそこでなんか仕事が始まってとかっていうね、本当にそういう世界を持ってる方なんですよ。こう見方を変えたらすごく不安な生き方かもしれないですね。本当どこにしてもつくかですよね。何もこうなく、なんとなく流れというか、なんか今ここに流れが来てるなとか、ここにだ、ここでだったらクリスタルボールがなんかクリエイティブなこう活動ができるとか、なんかすごく自由に動いているので、なんかこう一箇所にきちっと何かビジネスプランを持って予定をしていたら、この動き方はちょっと難しい。決めすぎない、なんか先を決めすぎないというか、本当になんかダンスインザモメントみたいな、もう本当にその自分の時々の思いとかでいろんな場所とか人とかをこう巡ってるっていう感じですね。そうですね。本当になんかすごい聞いてるだけで本当いろんな世界をこう旅してるような感覚が、ね、私も皆様にもあったと思うんですけど、ね、なんかこれからラウラさんの活動としてちょっとなんか皆さんにご報告とかあれば最後に。そうですね、まあ、これからも、まああの演奏家として、まあ、クリスタルボールの、ね、音源というか作品、をたくさん出していきたいなって思うのと、まあ、いろいろなアーティストとコラボレーションという、まあ、これから の, このクリスタルミュージックの可能性っていうのをどんどんこういろいろ展開をね、こう挑戦をしていくっていうのはしていきたいなと思うんですけど、まあ、それと同時に、まあ、このね音色の素晴らしさっていうのをたくさんの人に知ってもらいたいなって思うのは、本当今までにね、あのともみさんもそうですけど、あのこう私が活動してる中で、まあ、世界中動いてるんですけども、その世界中に、まあ、ともみさんもねパリに来てくれたりとか、もう今もこれフィレンツェなんですよ。ここ実はこれね日本で撮影して、まあ、分かんないと思うけど料理ます、はい、ね、こういう感じで、
世界中でこう行ってもやっぱりこう心が通じる人とはねこう通じ合っているので、でまあたくさんあのクリスタルボールをね好きになってくれてる方も増えてきてるので、レッスン生とかでもみんなってなんかこの素晴らしさを伝えられるようにインスティテュートでなんかそういう場っていうのもやっとできたので、そうですね、時間はかかりましたけどね。そういやでもまたこれからがまたスタートというかね、楽しみですね。はい、なんかもうラウラさんにたくさんのなんか短い時間なんだけどすごい濃い話をお聞きできて本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、あの今日のいろんな活動やこれからのインフォメーションは後で URL をこう貼らせていただこうと思いますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ラウラさん今日はありがとうございました。